どうも、ご視聴ありがとうございます。ヒガンマンサクールの実況パート38ですね。やっていきます。前回はあれですよね、夢を見て死神イザナミのが別の女の子を襲ってる夢を見て、で目を覚まして学校へ行って、でいざ放課後ぐらいになると、まあ夢で起きたようなことが発生して、で時間がある程度経ったら、なんか、パッと目が覚めて、今こんな状況にあるって感じですね。ちょっと説明が難しいんですけどね。まあ、それがどうなっていくのか、やっていきます。遠くから聞こえる風の音が、街の喧騒であると気がつくまでの間、私はずっと頭を抱えてしゃがみ込んでいた。遠くで走る、車の音。遠くで車、ん?車の走る音。どこかの家の換気扇の音。自転車のベルの音や走り回る子供の笑い声。恐る恐る目を開くと、ここ、家。私はいつの間にか自分のマンションの玄関前にいてしゃがみ込んでいたのだ。恐る恐る周りを見渡す。あの恐ろしい死神の姿はない。これは一体どういうこと?私はいつの間にかここにいてしゃがみ込んでおかしな白昼夢を見ていたというのだろうか。そんなはずない。なぜなら私は、昇降口でずっとぐるぐる逃げ回っていたから、疲れて未だに息が乱れている。体も汗でびっしょり。足の関節も痛み、ついさっきまで間違いなく自分が走り回っていたことを教えてくれた。夢だけど、夢じゃなかった、みたいな。何が何やらわからない。あれは夢だったのだろうか。そんなわけはない。でも一つ確かなことがある。あの死神から私は逃げ延びたということだ。その晩、私はまた夢を見た。今度はこれが夢の中であるということをはっきりと自覚できた。その夢の中で、イザナミは再び語りかけてきた。まるで、讃えるように両手を叩きながら、こういうこと?今日は逃げ延びたな。だがまだまだお楽しみは終わらねえ。明日もたっぷりと楽しませてもらうからな。何しろ俺はクソ落ち目な奴が、汗だくになって逃げ回るのを追い詰め、るのが何より楽しいんだからよ。楽しいゲームの幕開けだ。ゲーム?これはゲームだっていうの?ああそうだ、これは命をかけたゲームってわけだ。そしてゲームだからルールもある。ルールって？そう思った瞬間、イザナミはにやりと笑い、口に出していないはずのその問いに答える。ゲームを楽しむためのお約束ってわけかさ。まず俺は走らねえ。どんなに早歩きをしようとも絶対に走らねえ。何しろ俺が本気で走ったらすぐにお前らを捕まえられちまうんだからな。俺が大好きなのはお前らが必死こいて逃げ回って浮かべる蜘蛛の表情なんだ。だからお前ら子供の足でも逃げる余地があるように俺は絶対に走らねえんだ。確かにそうだった。イザナミはずっと早足だった。決して走りはしなかった。大人の足だから早足でも油断はできない。でも走って逃げるは決して追いつかれることはない。そんな速度だった。そしてもう一つ約束するぜ。俺がお前の命を奪うのはお前を捕まえた時だけだ。お前が俺から逃げ続ける限り命を奪わねえでやる。呪いだとか事故だとか病気だとか、そんなわけのわかんねえことでは殺さねえってわけだ。すごっ!デスノートのなんか、書かれた期間は絶対死なないみたいな感じだね。つまり。お前が生きるか死ぬかは俺の足だけにかかってるっていうわけだ。逃げ続ける限り私は殺されない。そういうことだ。まあ、いつ根をあげるか、現物ってことだぜ。いいか、俺は夢じゃねえ。現実だ。俺をしっかりと見てろ。目をそらすな。生き延びなかったら死に物狂いで逃げまくってお前の悪あがきを見せてみろ。大概の奴は最後にはおかしくなって。こら夢だなんて言い出して自ら逃げるのをやめちまう。それじゃ面白くねえ。お前は俺という現実をしっかりと受け入れて楽しませてくれよ。ふっふっかっている。これは夢の中だけれど夢じゃない。イザナミが夢の中に現れて私に語りかけているのだ。言っておくが、もし俺から逃げるために学校を休んだら、即座にゲームはおしまいでお前を地獄奥にしまうからな。俺のゲームから逃げることは許さねえ。お前は毎日、自らの足で俺を楽しませるために学校へ向かうんだ。通うんだ。せいぜい風邪をひかねえように気をつけることだな。
命がけの死神との鬼ごっこはその日から毎日繰り広げられることとなった。初日こそ初めてということもあって混乱したが、2日目は多少の覚悟があったのでわずかに冷静でいられた。イザナミとのゲームは帰りのホームルームが終わると同時に始まる。さあ俺とのゲームの時間だぜ、あやちゃんよ。そこは校舎という巨大な密室、ここから出る方法はない。この異世界から解放されるまでとにかくひたすらに死神から逃げ回るほかない。逃走中みたいな感じだよね、本当。命かかってるけど。確かにイザナミはルールの通り決して走りはしない。早足で追っては来るが決して走らない。だから落ち着いて走ればその分逃げて距離を開くことができる。おそらくチャイムが鳴るまで逃げ切れば勝ちなのだ。そしてそのチャイムは12時を指すと鳴り響く。昨日は11時55分から始まったが、今日は11時50分から始まった。つまり10分間イザナミから逃げ延びればいいわけだ。逃げ場はないからゴールはない。つまり校内をぐるぐるとずっと走り回ってるしかない。1階の廊下を走り抜け2階へ上がり呼吸を整える。イザナミが階段の下にやってきたのを見届けてから2階の廊下へ、あ、間違えた、すいません。そしてその先の階段を降りて再びイザナミが階段にたどり着くのを待ち呼吸を整える。そして再び1階の廊下を駆け抜け階段を上りを延々とチャイムが鳴るまで続ければいいのだ。そんなシンプルな鬼ごっこであることを理解するとさらに冷静さを取り戻すことができた。確かに捕まれば恐ろしい地獄が待っている。しかし捕まらないようにすることは決して難しいことじゃない。ただこうしてぐるぐると同じ廊下をずっと走り続けていればいいだけだ。それもがむしゃらに全速力で走る必要はない。ジョギングのように軽く走って逃げては近づいてくるまで休んで それから走るのを繰り返し、それをじっと心を落ち着けてほんの10分間繰り返すだけ。そう、心の中で何度もつぶやき、これは難しいことではないんだと自分に信じ込ませようとする。信じ込ませようと。ちょっと走っては休み、ちょっと走っては休み、それだけの繰り返しじゃないか。それの何が難しいことなんだ。本当は分かってる。小休止を挟めるとはいえ10分間走り続けるのはやっぱり疲れることなのだ。転ぶかもしれないし、万一足をくじくようなことがでもあれば一巻の終わりだ。それを意識すればするほど階段を駆け下りるとき、慎重に下りたい気持ちと駆け下りたい気持ちがせめぎ合ってぎこちなくなるのを感じた。これは簡単なことなんだと信じ込もうとする心も、一分一分経つにごとにメッキが剥げ心が焦ってくる。もっともっと遠くまでに早く逃げた方がいいのではないか。いやいや、そんな焦って走って怪我でもしたらおしまいだ。もっと冷静にゆっくりと走ればいいのではないか。それに加え、どうしてこんな広大な学校の中で自分だけが死神に狙われ、こんな目に遭わなければならないのかという、悔しさにも似た、なんだっけこれ、忘れちゃったの読み方、もう覚えた。様々な感情で頭がごっちゃになる。少しでも休みすぎると、あっという間にイザナミは近づいてくる。途中、教室の時計をちらりと見た。あと1分、大丈夫、問題なく逃げ切れる。体力も十分、混乱もしてない、生き延びた。そう思った途端、忘れていたある違和感と恐怖が蘇る。それは昨日は11時55分から始まったのに今日は11時50分から始まったということ。たかが5分、されど5分。まさか毎日チャイムが鳴るまでの時間が伸びていくのではないだろうか。ほんの10分間駆け回っただけでこれだけ疲れているのだ。もしも毎日時間が少しずつ延長していき、やがては1時間や2時間にも至ったら、それは恐ろしい想像だった。そして時計は0時を指す。校舎中に鳴り響くチャイムの音。とりあえず今日もお前の勝ちの音だな。明日も楽しみにしてるぜ。せいぜいよくマッサージでもしておくんだな。筋肉痛で走りねなんて興ざめにも程があるぜ。イザナミの笑い声と眩しい光で全てが飲み込まれて消えていく。我に帰った時、そこは昨日と同じに自宅のあるマンションの前だった。
これが夢であると信じることができたなら、しかしイザナミが夢の中で言ったように、これは現実なのだ。おそらくは明日も明後日も帰りのホームルームが終わるたびに、あの異世界で死神とか命がけの鬼ごっこをすることになるのだ。横になって天井を見上げる。生きていることに意味を見出せず死を願ったことが何度もあった。しかし少なくともあの死神の与える死は、私が望んでいたものとはあまりにほど遠い恐ろしくおぞましいものだった。それが嫌だから私は逃げ延び生き延びた。生き延びた？生きることに何の価値も見出せないのに？ほんの数分間とはいえ、死神との死闘を生き延びていた生の一瞬。しかしその一瞬には何の意味もない。私には死神のゲームを勝ち抜いても何の喜びもなければ何にも得るものなどない。ただあの地獄だけは嫌で逃げ延びただけ。罰ゲームだけで あって、何のご褒美もないゲームというわけだ。つまり何の意味もないゲーム。もしあの地獄をあらかじめ見せられていなかったなら、私はきっと初日に自ら進んで命を投げ出しただろう。生きることにも価値がなく、死ぬことにも価値がない。結局、死神との放課後のゲームも無意味、無価値。ただあの地獄を拒否するためだけに、校内を延々と走り回されられる苦行。それをいつまでもいつまでも永遠に。13階段を踏んだ時点で、私はもう地獄にいるのだ、多分。あのおぞましい胃袋の地獄と校内を走り回されられる地獄。その二つのどちらかを選ばされているだけなのだ。私はいつまであの地獄のゲームを続けさせられるのだろう。ゲームなら終わりやゴールがあるべきではないのか。まあそうっすよね。私のせいには確かな価値はないだろう。でも望む形での死を求める権利は私にだってあるはず。いつか解けるように眠るように死ぬために今を生きる。死ぬために生きる。それも何とも無意味なことに思えた。もう大変だな。それから放課後のゲームは学校がある限り毎日続いた。毎日少しずつ逃げ延びるための時間は増えていった。たまに気まぐれに減る日もあったが、それは一日ごとの誤差の範囲。逃げ延びるための時間が減ることがあったと。日々着実にその時間ノルマは伸び続けていった。1階と2階の廊下をとにかくぐるぐる走り続けるだけ。それをチャイムが鳴るまでひたすらに繰り返す。もう部活のトレーニングみたいになってる。泣こうが豆こうがそれしか生き残る方法はない。だからこそ心を殺してただ黙々と走っては休み、また走った。1週間を超えた頃には体育の時間に匹敵するくらいに走り回されるようになっていた。もう体がギリギリの限界だった。全身汗だくで肺も心臓も爆発しそう。最後は脇腹を押さえながらよろめくようにしか走れなかった。まだまだ時間は伸びるだろう。やがては1時間、いやそれ以上走らされるに違いない。不可能だ。そんなにも走り続けていられるものか。このまま時間が延々と伸び続ければ、やがて絶対私は殺される。さあどうする。それは以前聞いてある噂だった。どこかのクラスに霊感少女がいるというのだ。あ、まさか。その子は幽霊や妖怪に詳しく、特に学校の八不思議にも精通しているという話だった。もちろんいい加減な尾ひれがついているだろう。聞いた当時もバカバカしいとしか思わなかった。しかし今となっては違う。溺れる者はわらをも掴むという言葉の意味が今はひしひしと分かった。人間するのが一番ですよ。お、やっぱり少女の名前は桜田みちる。彼女のクラスで聞いたら昼休みはここにいるとことが多いと言われた。校舎裏の茂みの陰にひっそりとある小さな祠。その前にしゃがみ込み、何かブツブツと独り言を言いながら祠を撫でている眼帯の少女こそ噂の桜田みちるに違いなかった。13階段を踏み、毎日放課後に死神と追いかけっこをしていると言って信じてくれるだろうか。そして何より自分が助かる方法を彼女が知っているだろうか。教えてくれるだろうか。祈るような気持ちで私は彼女に話しかけた。お久しぶりです。13階段の死神知ってる。
格好妖怪序列第2位、十三階段の死神、イザナミだよ。お、すげえ、めっちゃ知ってるやん。そう、それ。そのイザナミって死神に、私が狙われてるって言ったら、信じてくれる？桜田みちるは眼帯の向こうに隠されているという霊眼で、私をじっと見ているようだった。霊眼って、悠々白書みたいな。私は、ごくりと唾を飲み込んで、彼女が何かを口にしてくれるのを待った。しかし彼女は沈黙したまま、それどころか私に関心がないかのようにそっぽを向いてしまった。ちょっと桜田さん、私の話を聞いてるの？静かに。今、桜神様とお話をしているのよ。うん。どうやら彼女は、心の主に話しかけているらしかった。普段の自分ならドン引きするところだが、今はそういうわけにいかない。ドン引きて、失礼やろ。彼女が他の主と会話を終えるのを待つしかなかった。厄介だね。作の神様が言うには、イザナミはかなり強力な学校妖怪らしい。そのイザナミって死神が毎日放課後に私を追いかけますの。13階段を踏んでしまったんだね。うん。13階段はイザナミの呪いの刻印。獲物に決めた犠牲者にそれを踏ませ、必要に追い回して地獄へ連れ去る。そうよ。私はもう何日も毎日放課後になると追いかけ回されるの。テルノ、お願い。死にたくないの。どうやったら助かるのか教えて。彼女は再び他の方を向き、その主と会話する。そして私の顔をじろりと見て答えた。イザナミの呪いは49日続くんだって。ああ、なるほどね。49日か。49日って49日間って、7週間。私は仰天する。いや、頭が真っ白になるのを感じた。あの死神から解放されるには約2ヶ月もの間、あと毎日逃げ続けなければならないのだ。え、てか、土日も？それもただの2ヶ月じゃない。毎日少しずつ逃げる時間が伸びている2ヶ月だ。今でさえもう体育の時間くらい走らされてもる。このままさらにどんどんと時間が伸びたら、最後には1時間どころか2時間、あるいは3時間、それ以上になるかもしれない。そんなに？イザナミの呪いから逃れるにはそれしか方法はないって、お気の毒だよ。除霊とかお守りとか、何かもっとその、呪いを払うような何かはないの？イザナミを倒せるような何かはないの？ないわ、あんなもん。イザナミは学校妖怪序列第2位の強力な妖怪。倒せる力を持つ妖怪は第1位の校長先生しかいない。この先生、あ、違う、この学校ってさ、校長先生は妖怪ですってみんなの知識、なんていうか、認識で通ってるの。どういうことそれ。でも、かつての校長先生ならともかく、今は置いて、狩りは随分前に引退してる。すげえ、みちりちゃんめっちゃ知ってるやん。だから、イザナミを倒せる学校妖怪は存在しないんだよ。すげえ、あの影の第二もダメなんかな。紅茶紳士さんもね。彼女が何を言っているのかさっぱりだ。しかし、言いたいことはわかる。それしかないのだ。私が解放されるには、49日間逃げ延びるしかないのだ。それ以外に、どんなインチキもズルも存在しない。私、殺されるよ。あんな地獄落ちたくないよ。ご愁傷様だよ。気の毒だけれど私には何もできない。助けてよ。あんただけなの。他に頼れる人がいないの。何か助かる方法があるなら、私だって作の神様だって教えたいと思ってるよ。でも何もない。だから私だって辛いんだよ。私はしばらくの間、やり場のない怒りを胸の奥に押し込みながら、ぐっと両手を握りしめてうつむくことしかできなかった。作の神様が言うには、過去にはイザナミの呪いから逃れることができた人間もいたって。すげえ。生還者がいた？それはこの絶望の暗闇にあっては一条の光のようにさえ感じられた。その人は随分前に卒業してるようで名前も住所もわからない。でも確かに逃れた人間はいたって。その人間は何者だろう。数時間を見事に走り切った、強健なアスリートなのだろうか。だとしたらお手上げだ。私ごとき、ひ弱な小娘には、小娘って、逆立ちしたって真似ができない。でも、そうとは限らない。いや、むしろ、ひ弱な犠牲者の可能性の方が高いのではないだろうか。まあ、そういうのが好きって言ってるからね。イザナミは言っていた。自分はクソ落ち目な奴が大好物なのだと。健全なアスリートが獲物にされたとは、到底思えない。あのイザナミのことだ。私のような、いつもうつむいている無気力な少年少女を獲物としたはずだ。なら、数時間にもわたって走り続ける体力があったとは到底思えない。
何か生き残るための秘密、秘訣、もしくは裏技のようなものがあるのではないだろうか。もう面白くなってきましたね。それを聞きたい。しかしその人物はすでに卒業し、名前も住所もわからないという。それを聞くことは叶わない。絶望する私に桜田道はポツリと言った。あなただけじゃないよ。男の子が一人今、イザナミの呪いに遭ってる。マジか！同時進行で。男の子？うん。佐久の神様が言うには、つい最近、イザナミの呪いに遭って苦しんでる男の子がいるって。それはどこの子？今もいるの？うん。クラスと名前もわかるよ。あー、みちるちゃんめっちゃ心強いな。めっちゃいい子やん。あ、じゃあちょっと、時間ちょっと確認させてください。はい。じゃあちょうどいい時間ぐらいだったんで、今回はこれで終わりにしますね。さあ、そのね、走り切れるための裏技が本当にあるのかどうかということでね、次回見ていきますんでよろしくお願いします。じゃあ次の夜にまたお会いしましょう。さよなら。